稲村あみです。NCP グループ遺言の窓口プレゼンツ稲村あみの相続相談フルスイング。この番組では私たちにとても身近な問題である遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みを解決していきます。まずはアドバイザーの方をご紹介します。司法書士、行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団。 N. C. P. グループ代表の井上正幸さん、井上さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、前半では俳優の一ノ瀬渡さんをお迎えしてお送りします。まあ、なんといってもね、今年話題になりました。ネットフリックスのサンクチュアリの主演です。ね。話題でしたけど、皆さんもね、見たんですよね。あの、俺はね、あんまり見てねいんだけど。あ、ええ。見てないですか。うちの連中がすごい。見てねそれでぜひっていう声をいただいて、で、もうちらっと見てね。はい。なんか。 体格的にね、うん、僕も共鳴するところがあった、ね、皆さんもちょっとね、はい、そっち寄りの体景ではありますからねはい、はいまあ、そんな一ノ瀬さんですが1985年生まれの38歳、うん、九州の佐賀出身なんですがその話もいろいろとお聞きしていきたいと思いますそして番組の後半ではリスナーの皆さんからの相続に関する相談に井野さんがお答えしますこの後は一ノ瀬渡さんが登場です 南村阿美の相続相談フルスイング。 それではゲストの方をご紹介します一ノ瀬渡さんですよろしくお願いしますどうも一ノ瀬渡ですよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますやっぱりね皆さん一ノ瀬さんといえばまあご本人曰く空前絶後の超絶怒涛のエンターテイメント相撲作品ネットフェリックスのサンクチュアリの主演でまあ一躍世界的にも注目されましたがま伊野さんもね少しご覧になったんですよねうちのそう コールセンターの人間たちがみんな好きで、へ<ー>それでしいそれであの見たんですけどね、<laughs> はい、あのすごいかっこいいっていうか<ー>ね、いろいろ <laughs>、うん、いや本当にすごいなんかもう、うん、だんだん成長していくというか、うん、う体が変わっていくるじゃないか。 体があんだけ大きくてこんなにモテるんだと思ってる。すごいね。別にモテるとこなかったんですけど。いやでもリアルなオスモさんはやっぱモテてるからね。セクテルたちはいやそうですね。数女って言われてる人たちがですよ。だからあのもう国技館とかはもうあの女の子並んでるっていう噂は聞いたんですよ。えそうなんですね。あれが好きだっていう形で。いやでもやっぱり面白かったですよ。うちの事務所の先輩の朝い規格の先輩のケインの天野さんがサンクチュアリどうやったら出れるかな。 いやいや、天野さん、で、で <laughs>、普通に、ね。<laughs> 俺もなんか出たいんだよ <laughs> って,って <laughs>、うん。もうちょい太れば出せそう。<laughs> <laughs> そうですよね。<laughs> うん、まあ、一ノ瀬さんの役名はですね。小関よし。あの大相撲入りしてからのしこなわえんおうでしたが。うん、映画に出るためにオーディションを受けられたんですよね。えそうっすね。もう最初。 一番最初は2019年の12月やったすねも忘れしで年の月に最初その芝居の集団オーディションみたいなやつがあってでその何週間後かに相撲オーディションっていうのがあってっていうその2回のオーディションやったっすかね俺はちゃんとしたオーディションは相撲オーディションもあるんですねオーディションがあってなんか その相撲オーディションの時に俺らのその相撲の稽古をしてくれたのはあのサンクチュアリーに出てくる高橋役のめっちゃさんっていうガネの方そうすメ縁側のあ、はい、あの演の,あの,あの本当金魚のふんみたいなちょっと意地悪な人が、まあ、ほ本当はめっちゃいい人なんですけどね、はい、<laughs> あの人が稽古をやってくださってて <laughs> <ー>お相撲オーディションあれも大変やった。 だっすねーなんか後で話を聞いたら、うん、もうその時からめっちゃさんにはもうみんな落としてくださいっていう指示があってて、うん、だからもうこの稽古についてこれないような稽古をしてくださいっていうことを言われてたっすから、うん、うもうどんだけやらせるねんみたいなほんと俺最後はもう絶叫しながら「ああ、はい!」っつって。うん お相撲オーディションあのやってたんで俺の中でももうクソって思って絶対この数はこなしてやるっていうなんか <laughs> <ー>もうこのあれあったですね、はい、すだからオーディションの時からもう壮絶やったと思うんですねもともとお相撲の経験はあったんですかいやいやいやこのサンクチュアリが初めてやったっすね、はい、うわすごいでもまあオーディションがっかっこいいですよねこのオーディションがすべて終わった時にすいません絶対エンオンは俺だと思います 口監督に言ったんですよね、うん、あーそうなんですよすごいいやその芝居オーディションの時に集団オーディションやったっすから「はい、じゃあ今日,、まあ、こ今日はこれでじゃあ終わって帰ります」って言って、はい、普通こんなとこで手挙げて言うのもあのすごい痛いやつだって思われるからあんまやらないんですけど <laughs>、はい、なんか。 その AO のキャラクターにすごい自分がリンクしてるのがすごい伝わって、はい、ちょっとこれは監督に伝えなきゃいけないと思って、はい、じゃあ終わります今日ありがとうございましたってあすいませんちょっと一言いいですかっつって,って <laughs> ちょっとなんか俺 AO にすごいバシバシ来てるんですよね <laughs> っていうことだけちょっと伝えさせてくださいっていうことはちょ,っとちょっと痛いやつだと思われてもこの気持ちは伝えなきゃいけないっていう。うそれ結局は になったかなり印象にっったってことですよねそう,そ,うああそうなんですから、まあ、監督、まあ、プロデューサー陣はどう思ってくれたのかあ,<ー>あれやったんですけどいやでも無事にね、うん、ええとすいや相当あったらしいですよなんか話によるといその俺は2019年の12月に呼ばれたんですけど、うんはい、その前からも何回かオーディションやってたらしいですよ、えー、でもやっぱその本当のお相撲さんの体型になれるとか、はい、なれない とかそういうやっぱいろいろあって一回バラして一回組んで一回バラしてがあった時に俺が呼んでいただいてでそっからって感じだったんですかだから何回かその前にはもうやってたらしいですそうあじゃあもうピンとくる方がいなかったんですねいやもういろいろあったかもしれないすごい確率ねでも私もこの監督の井口寛さんのエデションを受けたことがあるええそうえええええですかあのそうですあの webcf の車の 生まれたやつですね CM がこらで撮ったんですけどその江口監督もオーディションにいてめっちゃ怖いんですよの顔が顔がっていうのがんか人を見定めてる時の怖いですよねいやただもんじゃないと思うなんかああ怖い監督さんだなって思いながら私は受けてでもアミちゃんのあの CM はあれでね はい、あれで,あれで、はい、一役有名になったので、ね、<laughs> あ,あれは江口さんの CM やったんですあ、そうなんですよおそう,そ,うそうなんですねだから何回かイベントとかでもご一緒してなるほどやっぱ人を見る目がすごいいやいや、すごい俺もすごいと思った、ね、それこそサンクチュアリって <laughs> あのー ほとんど役者って少なくてやっぱ本当のお相撲さんが出てたりするんですお相撲さんにお芝居をやらせてるっていうことの方が多いんですけどでもそれって監督がやっぱすごく見ててその役のままでいけるというか役にすごい角の近い人たちを選んでたんですよじゃあ芝居しなくてもいいよみたいなことをお相撲さんたちに伝えてたから監督はすごいなって思ったんですよ。

自分は役者だって、俺はほとんど思ってなかったというか、<laughs> もう本当に、<う>お相撲さんに。の末席をけがさせていただいてるい感じだったんです。<laughs> <ー> <laughs> まあ、でもね、たくさん食べたりした結果、肉体がどんどん変わっていったんですよね。いやー、<laughs> そうっすね。<れ>肉体は本当にこの写真の頃っていうのは、これマックスですか。いや、マックスじゃない。ですこれはまだ、全然最初の頃だと思うですね。 本当に作品は最初インした時は1 1 3キロでインしてで最終的に猿翁が一番大きくなる時はもう130超えてたですからそうなんですよねだから撮影中まあ撮影する入る前までもすごく増量して80後半ぐらいから始まって113まで増やしてそこから作品中ストーリーを追うごとに体重を増やしてって130までって感じった。 すごいいや五十キロ近くじゃああそうまあ四十キロ四十キロちょいぐらいやこれどうどうやってね増量食べるそうこれも結構面白かったんですけどなんか最初栄養士さんがついてたんですよ栄養士さんがついて一日五食でこのカロリーみたいな食事を取ってくださいって言われてたんですけどそれで 105キロぐらいまではいったんですよでもそっから全然太にならなくなっちゃってなんか一食抜いたら4キロパンとか落ちたりこれは一体どんな体の仕組みやと思っててで周りにはやっぱいろんなお相撲さんがいたすからいや一応さんそれじゃ太りませんよって言われてでお相撲さんの太り方を教えてもらったんですよねそれを実践したら一気にやっぱ体重稼げたんですよそんななんか独自の増量方法がいやそうなんですなんか一日5食食べてたものをお相撲さんって 基本一日二食なんですよ、えー、<ー>少ない少ないです。ちゃんとお腹を空かせるっていうことと<ー>ちゃんとお相撲さん寝るんですけど、はい、食った後ちゃんと昼寝をするっていうのがもう稽古の中にあるんですけど、はい、それでやっぱ大きくなるんですよねへーそうなんですだからトレーニングして食って寝てまたトレーニングして食って寝てっていうのを、はい 繰り返して言ったらやっぱどんどん大きくなってたうわでもやっぱり食後って寝ちゃダメなんですねそういてるいや今聞いてるよく分かった本当に気を付けろ危ねえどいやいや確かに逆にそう体重体重すっつい一般的な僕らは落としたいよなるほどねやっぱ寝るとあれなんだ蓄積されるのかなそうですねダメっちゃなだそうですねだから結構やっぱずっとお腹血糖値の上昇下降っていうのもやっぱあるのかもしれないだからちゃんと血糖値をあんまり上下させるとやっぱ 取っちゃうっていうかもしれないですね。ほ痩せる話は世の中いっぱいあるけど太るはどうやったら太るる。ないよね。なんか100キロ以上太れるのもポテンシャルもうそうなんですね。なんか激しい傾向もね繰り返されてたと思うんですけど、なんか傾向なしであのあ死んだと思ったことがあったそうですね。これ何の死ですか。 もうすねでもそれを言い始めたら、はい、あの相撲のシーンってやっぱ相撲ってアクションで撮れないです普通映画とかってやっぱアクションの人、はい、アクション監督っていう人がいてでパ顔の前にこうカメラの位置とかでこう,こう殴ったらあの殴ったように見えます、はい、みたいな撮り方でこうちゃんと安全を守ってあの喧嘩シーンとか撮るんですけど。はい あの相撲に関してはもうアクションがで取れないってなって、えー、なんだ,だから本当に相撲を取るしかあのお相撲の迫力が出ないってなったんですよねだから本当にやるしかなかったんです<ー>だからそれだからあの全部の取り組みはもう全部大変やったんですけど<ー>でもそれの一個本当にやばいって思ったのはあの炎症部屋のあれセットなんですけど、はい、炎症部屋のあのシーンはで壁もしっかり。 ちゃんと作られてあるんですけど円安、はい、に一回バーンって押される時があって。うん でそれがバンって俺壁ぶつかって壁が外れたんすよ<え> <laughs> いやすごいおおもすごかったっすね衝撃すごいすねごいその後もこうみんなで押さえてこうやってたんですけどお相撲さんの迫力やっぱ力すげえっていうのがあったっすいやだからあれはこう付け焼き場ではなくてちゃんとその1年間の稽古があったからこそ、はい、あのあの撮影を乗り越えたちゃんと相撲さんとしての丈夫さっていうのもやったんだろうなって思ったっすね いやいやもうやっぱそれはネットフリックスのケアというかちゃんとマッサージスポーツ整体師さんとかもちゃんと現場にいらっしゃっててなんかもうプールとかも作られてたんですよすぐアイシングできるように炎症とかあったらすぐもう氷のプール使ってくださいみたいなのもあったっすねケアがやっぱりしっかりしてたっすから。 すごいなあいやそう言ってもらうともう根まさににったぶん楽しんでだけたい楽しみましたはも十分にだからじゃないもうそんだけ本気のそうですねそれが画面から伝わってきましたもんねでもやっぱりね日本だけではなく世界で話題になった作品ですからこれなんか続編を期待する声も多いじゃないですかそれについてはまだ何も。 答えはできないですかね。まあ言えないですよね。<ー>だってこっち今の話もそうですよね。そ,<う>それええー、でも終わり方が絶対ある感じだったじゃないですか。うんまあ、まあまあね。それは。ここで終わんだ <laughs> みたいな。<laughs> それはなんでほら。 それはもう言えないよ。それはもうそれはもう茶しで。茶しでじゃあ冷めて。いしで。いいやすごい。まあでもねいつ何があるかそう私たちは期待してます。いやもうまあでも俺の気持ちだけで言えば。 俺はもう俺の心の中にもうずっと円王がいるんですよ。でこの円王はもうずっと出、NO <ー> NO、せ出せ俺は出せっていう強調がすごいあるっすから。<laughs> はい、いつでもこの俺の中の円、NO、王は続編をやる所存ではいる。ああ <laughs>、はい、そうなんですね。<laughs> なんかそれ聞けて嬉しいすね。はい。まあ、さでどうなるか期待で <laughs> <laughs> まあそんな一ノ瀬渡さんが現在ですね出演されてるドラマが毎週火曜日深夜から放送の TBS 系恋愛のすすめですがこの。 このドラマではサンクチュアリからは全く想像つかない役柄をやられてるんですよね,ね確かになんか写真あいますけどす、ね、なんか柔らかい人気の、うん、<laughs> 本当に俺もこんな役が聞き落たんやなって感じだったっすなどういった役柄なんですかなんかその海明高校っていう高校があるが、はい、これはすっごい頭がい,いもう日本の歴代の総理大臣とか<ー>すごい偉い人たちその日銀の総裁みたいな人たちはみんな 解明高校から出ていくんですけど、はい、その解明高校はめちゃくちゃ高速厳しいんですよ。うもう勉学に関係ないことは一切ダメ。もうだからテレビもダメ。<わ>映画もダメ。えー、もうそれぐらいきも,う、えー、もう本当に勉強だけに集中しなさいみたいなことの、はい、その中でもう機大の天才のこのツナ,、はい、ツナ君が演じるこの大鳥っていうこれはもう機大の天才なんですよ。<ー>もうめちゃくちゃ頭が良くて。はい、でその子が あのー、ある時恋をするんですよあ,<ー>あらでも,も恋も禁止ですよねうう恋なんかしたらもう即退学うわ厳しもうデートなんかしたら即退学 <laughs>、はい、でもそのすごい天才の大山教授っていう人がこの人はまたちょっと解明じゃないちょっと別ルートの人なんですけど、はい、このすごい天才の人が恋愛とはすごく難しいって言うんですよ恋愛こそ解けない難題だみたいなでそのその大鳥くんがその恋愛にす 勉学で挑むというか。すごいこの希代の天才の、ね、この大鳥くんそうなんです勉学で解明していくんですよ、ね、恋愛をでもこのやっぱこの恋愛という謎は解けないっていうのに苦悶してってで俺はその大鳥くんが所属しているクイズ研究会っていうクイズは大丈夫なんですけどクイズ研究会の,あの仲間としてあのいる。 っていう感じですね。わあ、すごいですね。いや結構面白かったっすな。<ー><ー>もう本当大真面目の大。 ラブコメみたいな大げさいやいやなんかそんなどうなるんだろ之助さんは今回の役を演じるのが楽しみだったんですよね。いやいやそうですね。やっぱ今までは俺もやっぱ悪役俳優やったっすから結構悪いやられてますよ。そ悪い役を極めようと思ってた俺ぐらいやったっすから。本当に悪い人なのかなって思うぐらいなんかある映画見たんですけど。本当悪かった。悪かったんですよ。本当に何何なんだこいつって思うぐらい悪かったんですよ。 へえだからはい。なあ一切ない。いやいやいやまま悪うちょっと研究したっすな。だからこうやって悪悪役を極めるためにはどう悪く見せればいいかなみたいな。はい。そうそう。そうですよねクローズゼロツーやハイアンドローさムービーシリーズでねまあいろいろ悪を演じまたけどああでも普通なら格納を切るのが 初ぐらいだったんですよ。いや初ぐらいやったあのカラーが入ってるちゃんとカラーが入ってる改造してないそうす学ランも初めてやったと思うすなああなんかラブラブコメに出るのがな一つの夢いやそうなんですよねいや本当にまあよを言えば俺もラブしたかったなっていうのはあるけどね今のところラブは今のところそうなんですまあそう今のところまあ補完のかなどうなのかなって感じですけどまあ基本的には大鳥くんのあのなん問に立ち向かう恋愛っていうかね。 という難問に立ち向かう。っていうドラマっじゃ支えてていいくう役柄なんでねでも支えていきたいですけどもちろん大トロ君のこと大好きですけどでも禁止じゃないですかそれをやると退学になっちゃうっていうのも分かってるし複雑なこれみんな経験あるかもしれないですけど学生時代に仲がいいやつが彼女できるとやっぱそっちに行くんですよ。 お前、い俺じゃないのそっちで女の子選んじゃうのっていう寂しさもちょっとそういうちょっとあるあるもあるなって感じだったっすなそうなっでもいいそいつの友達幸せはもちろん応援したいしっていう俺の役的にはそういう葛藤もあったっすなリアルにね一ノ瀬さんも学生時代ドラマの「大鳥くん」のように熱い恋愛をされてたそうですが。 お相手の名前は京子さん,ん、ね。いやいや、本当そう。そんな京子ちゃんの話までこっちに出てる。る京子さんは。どういった関係性の方だったか。いやいや、京子。京子ちゃんは。そんないや。いや。京子ちゃんの話。いや、ここで京子ちゃんが出てくるとは、そんな。いや、京子ちゃんはもう俺が。 だから中三ぐらいですか。<ー>中三ぐらいの時の隣町のちあの女の子やったっすね。っ、はい、隣町ちょっと遠くですね。ちょっと遠くそう田舎やったっすから。えー、もうチャリで十キロぐらいあると思う。と、えー、でも付き合ってはいけないっすな。そこまでは至らないです。まあこっからかんできなかった。どうも。 好きだったなっていう恋があるっすな京子ちゃん京子ちゃんは知ってるんですか一ノ瀬さんが今こんな感じでいや知ってると思うっすけどもう京子ちゃんはあの俺の地元の同級生と結婚しちゃったんですあそうなのだからもうなんかあんまり連絡取るのもあれじゃないですかそうですねだからそろそろねそろそろ別れてるんじゃないいや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 結構ないやいや何かではないですよ もう、お子さんもできて幸せに暮らして。同級生か、じゃ、あ行けたかもね、本当に。同級生だもんね、それ。全然モテもてない、もててない学生だった。そんな、全然いけてなかったと思う。まあ、一回ぐらい、なんか、お会いしたら面白いかもね。京子ちゃんね。再会したらね。いや、なんか、発想す。な私もね、好きだったよ。いや、確かに、当時京子ちゃん。 何を思ったのかは聞きたいっすな。ね。あの、あの、あの、あれは何だったのみたいな、あの。もう今だからみたいな。今、今、今だから。そうっすな。そうすな。あの時の、あれは何だったのかは、確かに聞きたいっす。でも、なんかあったんですね、あれってことは。いや、いや、確かに。いや、今、大人になってみたら、思うじゃないですか。いや、で、好きじゃない人とは、だって、二人で遊んだりしないわけじゃないですか。今思えば。うん。 うちに来るとかまあいやでもそれなんもないですよまあ何もなかったですけどでもあの時うちに来たっていうことは京子ちゃんは俺のことを見て、いなちょっと聞きたいことはあるさねぜひ TBS でなんかやってくださいね京子ちゃんに会ういやいやでも俺大きい男ですからそれ読んでたらキリがないですねそうねいろんな人でラブレター出してま

t b s 系で放送中ですぜひご覧くださいということで残念ながら今週はここでお時間となってしまいましたはい,、ねいはい、この次は来週お聞きしたいと思いますのでよろしくお願いしますこんにちはんんよろしくお願いします、うん、はい以上一ノ瀬渡るさんでしたあ,しあ,しあ,ありがとうございましたありがとうございましたいなむらあみの相続相談フルスイング 後半では司法書士行政書士で相続優位合をメインとする専門家集団 NCP グループ代表の井上雅之さん井上さんがリスナーの皆さんからの遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みにお答えします今回同じような相談を何通もいただきましてその中からこの方のメールをご紹介します匿名希望女性の方からです高齢の母は認知症のため 今年からら施設で暮らしていますこの先母が亡くなった後兄弟でトラブルにならないように母に遺言書を書いてもらいたいと思っています。というのも最近認知症の親の遺言書で兄弟が契約になったという記事を見て自分たちはそうならないようにしたいと思ったからです。アドバイスよろしくお願いします。ということで認知症の親の遺言書についての相談です。 ちなみにこの相談者の方がご覧になった記事なんですが女優でタレントの水澤明さんの不動産をめぐる相続トラブルだそうです、まあ、簡単にこちら説明しますと水沢さんのご実家は都内の一等地にありますがもともと借地だったので水沢さんは二十代の頃ご自分のお金でその土地を購入したそうです購入した時は数千万円だったのが査定してもらったところ現在の価値は 建物込みでおよそ5億5000万円だそうですかなり上がりましたね,そ,ううねそして水沢さんのお父様はすでに亡くなられていて去年お母様が亡くなった時点でその査定額を弟さんと二等分して相続するはずだったのがなぜか土地も建物もすべて弟さんのものになってしまったそうなんです、うん、これはお母様が残した遺言書に従ったものだそうで 実はお母様は認知症で施設に入られていて遺言書をかける状況ではなかったそうなんですそこで弟さんは交渉人に依頼してお母様に話せる形で自分に有利な状況で遺言書を作って最終的に自分のものにしてしまったそうです猪野さん,んこのお話聞いていかがですかねえまあ よくあるんまよあよくあるんだよくあるだよくあるんよくないですだって水沢さんがもともと買われた土地なんですもんねまずさこれ水沢さんが買ったのに何でお父さんの名義になってたんだろうねこれねだからそっかお父様名義にしちゃってたのかいけないまずそれがあれだよねだからお金出してあげてお父さん買ったのかもしれないけどねでもそういう証拠がないんだよね多分証拠がないっていうのとあと遺言書だよねだからこれ 認知症でもあの完全な認知、もう誰が来たか分かんないとかね、うんはい、もう私は誰ここはどこっていう状態だったらそれは書けないけど、はい、まあある程度ね元気な時だったら分かる「ああみ、うん、かえ?」みたいな感じで分かるぐらいだったら、はい、一応 OK なんだよね。<ー>その名前が分かけそう、いけるっていうことになってくるので、まあ、認知って言っても幅があるってことよねそのレベルが随分違うからですよ。 ちなみに水沢さんの弟さんは20年ほど前にご両親の介護を理由に奥さんやお子さんがいるにもかかわらず勤めていた会社を辞められていてそれからはご実家家の敷地内に家を建てて住んんででいるそうなんです、うん、だから水沢さんは若い頃からお金の管理を全てご両親に任せていて、うん、弟さんはそのお金を自由に使える立場だったそうなんですよ。うん、そんんな弟さんが以前ですね お母様に水沢さんの悪口を言い聞かせてるところを見たことがあったので水沢さんは母は弟にくるまれられて弟に有利な遺言を残したと思ってるそうなんです、うんうん、まあでも認知症の親にね自分に有利なように遺言書を書かせることって結構あるんですよね。認、うんうんうん、認知に認知症症にに限限ららずずね引き取って面倒、はい 見る、えー、面倒を、うん、見られてる方からすると、ね、お母さんの立場からするとやっぱり見てもらってる子供、うん、ここで言うね、あのー、弟さんに悪い内容はなかなか言えないし遺言を必ず作ってくれ作ってくれ作ってくれって言われちゃうと。はい もう作らな、私は生きていけないっていうことになってくるんでね。強、はい、迫観念も出てくるし。うん、そうなると、もうしょうがないよね。そうなる。はい、ということで、次回あた、改めまして、認知症の親の遺言書について。井野さんに詳しく説明していただきたいと思いますので。はいねね、はい、続編です。はい、よろしくお願いします。はい、稲村亜美の相続相談フルスイング。 今週も終わりの時間になりました前半では俳優の一ノ瀬渡さんをお迎えしましたが井上さんどうでしたかいや、あのね、はい、太る方法ってやっぱ知らないよねいや知らなかったですねなかなか俺、痩せる方法って世の中いっぱいうん、ね、出てますけどねはい、そんな一ノ瀬渡さんは来週も登場してくれますのでどうぞお楽しみにさて、番組ではリスナーの皆さんからの遺産相続や遺言に関する疑問・質問を募集しています宛先はおはがきの場合 郵便番号 107-8066TBS ラジオ稲村亜美の相続相談フルスイングの係までメールの方はすべて小文字でそう,うぞくアットマーク TBS.co.jp たくさんのお便りお待ちしていますそして今日の放送ですが放送後に TBS ラジオの公式 YouTube チャンネルにアップされますこれまではゲストコーナーと相談コーナー別々でしたが 12月の放送分からオープニングからエンディングまで全編がいつでもアーカイブとしていけるようになりました詳しいことはこの番組のホームページをご覧くださいということで皆さん来週もよろしくお願いしますアドバイザーの司法書士行政書士で NCP グループ代表の井上正之さんでした NCP グループ遺言の窓口プレゼンツ稲村亜美の相続相談フルスイングお相手は稲村亜美でした